シーズンは惜しいところでしたね。はい、すいません。これも V1 昇格かなり期待したんですが、ね、まあここまで順調には来てますんで、あとちょっと本番、あ、開幕坂田で迎えられるんで、はいはい、ちょっとそこをスタートダッシュかけていきたいなと思ってます。客足どうなるかなと思って、結構今のところチケットの売れ行きは昨年並みにはちょっと売れてるんで、うん、まあ、お客さんはそこそこ入るかなと思ってます、うん、こういうスポーツでね、これを県人を元気にしてもらうというのが非常に大事なことなんですね、うん、まあ、V1 を確実にするように頑張っていただきたいと、はい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 、新戦力、まあ、5人と、まあ、移籍の選手も1人入ってきてくれて、まあ、すごく、まあ、新しいアランマーレというのにすごくなってきたかなというのを感じているのですが、まあ、昨シーズンは、まあ、すごく悔しいシーズンで、まあ、終わってしまったので、まあ、今年こそ本当に V2 優勝して V1 昇格するぞといったでチーム全員で今上げている状態です。今シーズンはですね、必ず、昨シーズンの成績を超えるというところで、戦っていきたいと思いますので、ぜひとも会場で一緒に戦えればと思いますので、体育館へですね、足を運んでいただいて勝利の味を分かち合いましょう。